はい、皆さんこんにちは、クレイジーボーイです。3代目 JSOUL BROTHERS のエリーとしても活動してます。今日はですね、僕の秘密基地を皆さんに紹介したいと思います。レッツゴー。まずはですね、この会社のスタジオがあるんですけど、メインスタジオがあるんですけど、こうやってレコードもこうやって並んでいて、これはヒロさんの趣味でいっぱいあるんですけど、これは本当にもう往年のこのレコード、もう中には多分入ってると思うんですけども、結構もういっぱい、もうすごいですよ。ナズもそうだし、もう全部もう名盤ですね。これ僕中学校の時、僕 DJ やってたんですけど、買いました、これ。お小遣いでお年玉で買ったものとか、これもそうですね。この辺は僕も買ってましたね。これもそう。いっぱい僕がもう本当育ってきたこの曲、ヒップホップたちの曲もここにも飾ってあって、なんか僕の幼い時も思い出すようなイメージがあります。ここを通る時は。はい。で、ここはもうヒロさんの趣味の。アートスペースがあって、でここからはですね、僕たちの作品、アーティスト全ての作品が並んでいて、こう見ると結構 CD 出してるんだなっていうのが分かるんですけども、僕のソロはここですね。僕のソロはEP デジタルが多いんですけど、こうやってジャケ写をこういう風に版にしてくれて、こうやって飾ってくれてるんですけども、ソロとしては1,2,3,4,5,6,7,8,9個作品出してますね。作ってくれてアクリル板 でここに透明の入れて、これは嬉しいですよね、こういう風に見れる。でこの裏に所属事務所のアーティストが使えるスタジオスペースがあるってことです。3カ所ぐらいですかね。もしかしたら中で制作してる人もいるかもしれない。ここはスタジオ B で、ここちょっと狭めのスタジオになってまして、ものすごいですね。そうですね、ここは本とか、僕はもう全然本読まないんであれです、眺めるぐらいなんですけど、はい、でここは休憩スペースになってまして、結構広くてアーティスト同士話したり、向こうにコーヒー の組めるところがあって、コーヒーを取ってここで休憩したりします。これもすごいですよね。これ会社に飾ったら、あとはヒロさんのセンスとヒロさん気に入ったものがあるので、でも僕も向こうで見て感銘を受けます。すごいすごい作品だなって思いますね。でここに入ってくるとスタジオになって、今スタジオ、ここがブース、レコーディングブースで、ここで実際に声を取ったりして、こっちがこのピエタクがあって、プロデューサーだったり、こういろんな人がここで聴けるようになってるっていう感じですね。こっちのスタジオって計3つですかね。みんなのってわけじゃないですけど、自主的にこう制作する人たちっていうのは結構使えますね。でなんか僕たちの中でもこう自分でこう制作をするアーティストって、まあ限られてもいるんですけども、僕もこう作る側なので、こういう積極的にこのスタジオを結構利用してますね、はい。じゃあ僕の本当の秘密基地に行きたいと思います。もともと6階ずっとあったんですけど、新たに自分の場所ができた場所があるので、それは初めて、ちゃんと見せるの初めてです。これが初めてだと。ちょっと見てもらえます。そこはかなりお気に入りですね。ここは限られたメンバーが入れる場所なんですけども、ここは僕のスタジオになってて、向こうにはオミと、今井一くん、そして高弘さんのスタジオもあって、ちょっと僕の秘密の場所を見せてもらいます。コマドックネオ東京って書いてますけど、僕のネオ東京の何ていうんですかね、プロジェクト、そして僕のネオ東京のメンバーたちが使う場所になってて、こっちは小吉さんのレベル、
があって、それを合体させてスタジオを作りました。じゃあ見てください。よっしゃ。どうですか、やばくないですか。こっちも見てください、ロゴ。こっちにはコマドックあって、こっちにはネオ東京エンターテインメントがあって、いやこれはかなりお気に入りの、あの何ですかね、デザイン。あのこの家、この家じゃないね、家みたいなやつ。俺も家こんな感じなんですよ家をコンセプトに、コンセプトに作りましたね。なんでこの部屋のデザインはあの全部僕がして、あの作りまして、こういう機材関係は正吉さんが全て選んで、こう作りました。この部屋は友達が来てもこういいサウンドで来てるように、もう後ろにこのスピあのヘッドフォンを埋め込んで、ここも壁もだからちょっと出して、あのこのヘッドフォンにも照明が入るように入れてこう作ったんですけど、この曲線もあのこだわってて、なんか角張ったものをあんまり置きたくなくて、だこういうこの中の四角も外側あの角を作りたくなくて、曲線をなるべく意識してこういうものを全部選んで作らせてもらったんですよね。だから天井もあそこは角がないように丸くなってるんですよね。そうだから、いろんなところに実はこだわりはあるんですけど、まあ、こういうスペース自分の場所なんで、なんか好きなように作らせてもらいましたね、はい。予算とかできますか。予算はあのやばいですよ決まってないですけどあの狭いとこが僕あの嫌だったんですよ。なんで正吉さんに、もともと別々のスタジオだったんですけど、もう合体させてすごい広いスタジオ作りませんかって言って、あので正吉さんが、あそれやばいじゃんってなって、2人であのこの部屋を完成させたんですけど、それをなんか代表するように向こうにあの自分たちのロゴを置いて、この部屋の住人じゃないですけど、そういうイメージで作りましたね。レコーディング以外でもあのあれですよ、休憩にも来たりします。ここだからあのこう会社でミーティングがあって、でミーティングもここでやりますね、僕ソロのことは。でここに企業さん呼んだり、こうなんかお仕事の話があればここでも話したりしますし、休みの時は僕はもうそこで横になって寝てますよ、よくここでそう、こういうプライベートスペース、なんか会社の中になんか自分のあの入れる場所を作ってもらえたのはなんか嬉しいですし、デザインから全てもう任せてもらえたんで、うん、嬉しいですね。これはここがボーカルブース、もう全然もうここでも本ちゃんも取れるぐらいな感じで、もう本当に防音もしっかりしてるんで、この部屋はここで撮って、それで何て言うんですか、世の中に作品が出ていくんですけども、ここはもう基本的に結構プリブロ試しでいろんなトラックが来るので、そういうのを試して、あいいね、あやめようとかを判断する場所にはなってるんで、ちょっと勢いで良ければもうそのまま世の中には出ていくと思うんですけど、で今日はあの僕の相方のあのプロデューサーのネイキッドも一応いるんですけど、よろしくお願いします。 DJ ネイキッドです。ネイキッドです。はい、オタクインダフッドです。おネイキはそうだね、だから初めて僕が曲、まあトラックももともと頑張って作ってたんですよ。 iPad でガレージバンドを使って、パソコンなくてお金ないから iPad でこう頑張ってやってたんですけど、それをなくしたんですよ僕が。自分で作ってた2曲作ったんですけど、その時にあ俺はもうこの道、この作るトラックを作るのはもうやめなさいっていう暗示だと思ってもうこれはもうトラックメーカー探すしかないと思って、で一番最初に出会ったのがネイキッドで、それでもう僕が一番最初にリリースしたものからもう全てそこからずっと一緒にいて、今何年前、結構経ちますよね。ね、うん、8年8年ぐらい、うん、そういうくらい
みんな集まってきたんですよね、うん、エリーさん中心に、まあ、ダンサー中心に、うん、まあ、僕は DJ トラックメーカー、うん、で映像クリエイターファッションの人っていうのがもう境目なく集まってきて、ちょうど遊びの延長だったよね、うん、もう本当遊びながらもう家行って作品も作ったし、家でやったね、やってね、トランプルームトランプルーム、まあ、あのトランプルームってあったんですか、あったんですけど渋谷に、うん、貸し切ってパーティーしながら、うん、みんなでクリエイティブなことしたりとか、うん、当時してたよね、はい、だから友達だけで、うん、あのクラブを貸し切ってそこで作ったものを聞くとか、みんなでじゃあ将来こうしようああしようっていう話し合いをしたりとか、うんうんうん、もう20代前半はなんかそういうの結構やってたよね。当時はよくやってたよね、うん、それがなかったらね、なんかうん、あそこはやっぱり、うん、いろんなクリエイティブなものが生まれる、なんていうんだろう、うん、きっかけ、きっかけ、うん、あそこがやっぱり、ね、うん、これネオ東京エンターテインメントの中ではやっぱり、うん、きっかけになったよね、大きいよね、うん、だから彼もその時はもう音楽一本というよりかはなんか本当に DJ しながらもうアルバイトでどんなキャバクラみたいなところが回してたもんね、やってました、ね、やってました、 やってました、そういうラウンジとかでも DJ するようなところからこういうスーパープロデューサーになって僕は嬉しいですよ、はい、で僕も飛び越えてあの3代目の楽曲をやったりとか、あとはまあ今もイーガルズだったりこうエグザイルさんのこうダンスのことだったりいろんなことにもう広げていってやってくれてるよね、すごい、さすがです、いやいや、おかげさまでもうおかげさまで、はい、おかげさまでおかげさまで、あ、俺のおかげと、そうそういうことです、マジっすか、もちろん、いやそんなことないです、いやいやそんなことない、はい、そうですね、締めてもいいかなと、はい、そうですね、いや締める、締めなくていいですよ、もう一生流していいですよ